一応いただきます。はい。お好きなもの食べてください。いただきます。どうしよう。食べるこれ。手使っていいですか。もちろん。ポテトで。ポテトで。適当に食べて。あ、いいはい。上手上手。どうしよう。いただきます。もう好きなの見てください。目の前から。これなんだっけ。これがワシントンバーガー。これがワシントンだ。僕トランプいただきます。どうぞどうぞ。私いつも普通のあのなんかネイビーバーガー、ザ・ネイビーバーガー食べてる、うん、なんかメニュー表見るとありすぎて。そうなんだよ。私アボカド好きだから、ここのアボカドバーガーが超好きです。じゃあちょっといいですか、先に、はい、いきます。うまっこれですわ。早速いやばい。よ、あれですね、テレビで見せた表情ですね。やめて、恥ずかしい。直接戦ってないじゃないですか。あ、そっか。普通にご飯は行きますけど。確かに確かに、うん、そうだわ。うん、ね、めっちゃ美味しい。やっぱこのグルメバーガー系ってあのでも未だに食べ方の正解が分からない。でも口の周りを汚して食べるのか。やっぱりそれが、はい、正解です。ここ多分ネイビーバーガーの中でも 1、2番ぐらい人気な店。いただいてます。すいません。美味しいです。めっちゃ美味しい。うん、めっちゃ美味しい。チーズ固まっちゃうんだ。あ、じゃあ食べよう。急いでバタバタする。女子力をじゃあお願いします。女子力を女子力をこれ切れるんですか。あ、でもまだ全然チーズとろっとしてる、ま、全然ナイフ届かないですよ、下まで。これどう押さえてよ。こっちだ。こっちを押さえてれば。やばいやばい。これやばい。肉がさ。肉。頑張れ。あ、肉がやばい。いけた。いた。あ、いいねいいねいいね。いいね、これエチカラがすごい。やばいな。見せましょうよ、せっかくなんで。断面を。わー、すごーい。うわ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 。ちょっとこれは見えるわ、見えてる。これははい、やばい、チーズやばい。これ、いい、もういいや、私そのまま行こう。バイルもやばい、あ、やばいやばい。なんかホワイトソース的な。このまま。うん。あ、チーズうますぎる。やばいやばい。同じことです。これうま。これすごいわ。ついてる。マッシュルーム入ってるの。入ってますね。ね、これがちょっとホワイトソースっぽくて美味しい。うん。うん、やばい。やっぱこれ綺麗に食べきるのは無理ですね。はい。いいのいいの。うわ、ビールうまっ。ビールとバーガーうまっ。
緒に飲むために作られた食べ物。いや、違うな。ゼロでもうまいっすよ。あ、ゼロでも。ゼロでもうまい。うちらご飯行くともうぐちゃぐちゃだよ。飲んで食って店の人絶対嫌だろうな。え、なんか食べるのはもちろん早いですけど、うん、飲むのも多分普通の人の何倍早いから飲みまくってるもん、うん、今度こっちに来てない？あうまい。ジェンガのように。ジェンガのように。まさかこんな仲良くなるとは思わなかったけど。ありがたいね。仲良くさせてもらってる人みんな見てた人なんで一番えってなってますけどね。いやいやいや。なんかでも本当に初めて会った時にこんなに人がいい人っているんだと思って。本当にだいぶ持ってます。持ってます。本当本当。大丈夫かな、ツボとか買わされないかなって。ツボ悪い人じゃないよ。大丈夫かなって不安になった私は。最初に表でご飯とか行ったのはあれですよね、正月の特番の打ち上げみたいな。そうだってもう12月から考えて今のところ毎月もう定例会やって、はい、今月もやるっていう話で、うん、そうこれ、崩して食べてるのか。確かに。いや、あの、抜けちゃった。ふかってたら、ジュルって。卵全部落ちてる。そうなんですよ。一番一緒に食べたかったところなんですけど、うん、全部抜け落ちてる。ナチュラルに抜けちゃったっていう。とかじゃなくて、うん、結構満足思ったって。まあ、かなり普通のメニューでここ500あるから。500ありますよね。食べれんの500って普通の人。ご飯茶碗3000分ぐらい。3000、そんなに無理じゃん。これどうみんな食べてんのかな、ちゃんと。あ、違うわ、あれがあるんだ、あのスモールサイズじゃないけど。ああ、はいはい、そうあ、ラージとクォーターかな。そう、うん、でもんちょっとどんどん行っちゃってください。じゃあお願いします。先に上の方から。はい。これ一回見ていいですか。もちろん。すっかかった。よし、ああ、ここにも刺さってます。さすが。なんかさ、こっちもさ、
下だったからさ、このバンズが押しつぶされてめっちゃでかく見えるんだけど直径がなんかだいぶ顔でかいですけど、うん、半分ぐらい、うん、はい全然食べないですよ全然無理あの前共演した時からの顔がでかいネタがめっちゃ面白い顔がでかいから顔でかいっていう食べ物が大きく見えないその点さっちゃんはいいよねとか言ってマックスがずるいよとか言って言われてずるくないよ同じ女性の方が、うん、その10、まあ、10号とかのすり鉢で食べた時と僕らが13号で食べたすり鉢と映像で見ると同じなんですよサイズ的にがぜんちっちゃく見えてそうまあ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 、まあ、男性だからしょうがない男性だからいつも悩みますもんサムネ入れねえなと思ってなんか大きく見えねえなと思ってその悩み聞いた時ちょっと面白くてそれはそれだけですね一番の悩み僕じゃあ顔が大きいことに対してマイナスに思ったことがあったんですけど、はい、人生で初めてちょっとマイナスに思った点がそれっていう結構ね、結構しかも関わるしねそうそういつも出会うからこれやばえ、めっちゃ重くないこれえこれでみんなわかると思うんですよ同じもの持った時のサイズ感の違いまあまあまあこれ僕が持ったビッグマックスからサイズ的にはちょっと見えるちょっとビッグマックに確かにそれはそうだねはい、はい、いいですこれめちゃめちゃやっぱ同じもの食べてるように見えないんだよなサイズ比があるかなと思ったら食べていくと結構、うん、あるな結構重たいですねうん、うん、ポテト食べててあ、じゃあちょこちょこつまみますむしろポテトいっちゃってくださいもう食べるのが甘いなこれ普通にこう
チャレンジメニューとかじゃないのパーティーメニューみたいな感じで、うん、できるできる、うん、みんな頼める。普通の人だったらこれ半分にして、うん、4つできるじゃないですか、うん、4人で1個ずつシェアして、うん、ポテトもシェアしたらお腹いっぱいですよね、うん、普通は絶対お腹いっぱいこれ3キロだよねこれ3キロぐらい多分ジェムでポテト合わせて3キロだって4人でシェアって多分ビール飲みきん無理で飲めない美味しい、うん、余裕がある泣いたくないですよ見てる方はそれも楽しいじゃんそうなんです僕も見てる方だったんでそれが楽しいのは分かってるんですけど、はいはい、やる方としてはこうあ今日はそういう日かみたいなしかもあのラスカルとかマックスなのしんどそうな顔ってなんであんななんかそそられるの言い方悪いんですけどでもなんか変な話そのしんどそうに見えない人っているじゃないですかうん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 僕、多分僕とかマックスさんに関しては多分必要以上に見える人多分必要以上にしんどそうに見えるっていうそうですねいいのか悪いのか分かんないですけどめちゃめちゃ食べるの早いんで、うんうんうん、もうそれになる前にぶち抜くんですよ、うんうん、ギュッて食べて、ね、あともう亀みたいな走りでなんとちょこちょこ頑張るみたいなマックスとラスカルの試合が好きなのそこだよねうん、完全に2人のこの追い抜きの楽しさがそう本当にケツから終われるの超嫌ですそうなんだタイマー見ながらあと何分だからあの人きっと多分何杯行くだろうと考えながらそしたらここまで行かないととか思ってるとスーパーしんどいですねちょっと待って完食し終わってから言うのなんだけどケチャップとマスタードあるじゃんハンバーガーにかけて食べるやつだよあれそうっすねあれまあ確かにマジかわカメラもちょうど映ってないじゃん今さありましたもうちょっと美味しくて忘れてました美味しくて、はい、なくても十分美味しかった、うんそうなの、うん、だからもうだいぶお腹いっぱいですはいはいさすがいいデザートになっちゃいますデザート、はい、ありがとうございます私の意見を通していただいてじゃあいただきますいただきますおおこれはなかなかなかなり甘いですねアメリカ。目の覚める甘さ。うわ、すげえ。好きだけど、この甘さだいぶ好きだけど、うん、私。
まチーズですね、もうね。このピーナッツの効いてる感じが、うん、またまたアメリカンで美味しい。まあでも幸せだな、これは。ちょっと寄りかかるのやめてください。次に行ってください。これはなんか分けましょう。いやー、これはすごい。これはすごい。まあでも、これうまっ。絶対おいしいですよね。うん。後味がすごいよ。甘いから。うん。うん。ね。ほら感想前でしょでしょ、ナッツだいぶ効いてますね。そうなんです、そうなんです。だからそんなにすっごいなんかくどい甘さっていうよりかは、うん、ちょっと苦味の効いた、最後まで全部ハムグシをちゃんと。そうですね。大丈夫ですよ。ダメです。ダメです。ラスカルさんのチャンネルなんで。私は今日お客さんじゃない、なんでただご飯食べに来た人なんで。では半分もらいます。はい、こういう半分でもいい。大体これ。大きいの難しい。僕の小先の短い。逃げてるな。私はこっちをもらいますよ。イエーイ。イエーイ。小先の。うん、このチーズケーキはもう土台は全部一緒なのね。うん、レオもイチゴも。うなずいてる。逆によくこれストローで吸えるなってぐらいシェイク濃厚なんですけど。だいぶ濃厚ですね。これもアイスクリームじゃない、うん、でこのスプーンが前提ですよね、多分。間違いない。はい、はい、ではごちそうさまでした。ごちそうさまです。ごちそうさまです。あの締めとか緩いていないです。ないんですか。さよなら。ゆる。本当何もしてないんじゃないの。さよなら。